心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。 忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のある命としてはたとえ奪われるとも必ず取り戻す。よいな、狼。 一心の国取りから24年、アシナの国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も守るべき主も。 忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に稼いなどしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただの不抜けよ。月見やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、こちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体。その後とは。あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。
堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、葦の羽笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。この葦名の城を脱するため橋下の見つけたら合図。葦名You're a war.